え天図、雲図について、えー、大事なことをお話しいたします。えー、これまではあの十分な考察がなかったのです。えー、バイエンの天文学はティコ・ブラーエ説であるとか、えー、そういう説もありましたかあのしかしそれはもう完全な間違いなんですよ。 これはあの地球中心から見た宇宙でヨーロッパにおいてはこれは間違ったた考え方であると思われてきました最近またあの様相が変わってきたんですけど画像を見ると分かりますねこちらは素晴らしい画像がたくさんあります。で西洋はあのまあこ コペルニクスガリレーニュートン以降こういうあの太陽中心系の宇宙、まあ、私はこれを視点の超越的移動と視点の超越性ですね視点の超越性と呼んでいますが視点を移してしまったんですよねでそのことによってあの見えるようになった世界がまあ非常に素晴らしかったわけですねこの地上世界から離れることができた。 そ,そしてまたあのそれによって多くのことがあの分かりましたしかし今はもうその西洋の自然科学,科学も限界に、えー、達しているこの限界を非常に早く見抜いたのがエドモント・フッサールでありましたそれでバイエンの考え方はこれはあの「真似思想」ま「あ、天台密教」ですね一時両面乗り。 一足一一ですその原型がここにあるんですよね。一足一一ですそれで、えー、これが、あの現状の,の配置、図の配置は、天図、日周運動図が左ページで、えー、このページをめくると、この図が出てくるわけです。運図、年周運動図。それで、 あの同時には見えませんよというのが一足一一足なんですそうすると一一足一の超越者は何だろうかというとこれ実は見えないんです見えないものである見えない超越者の,あの2つの表れですね表と裏のような表れとして見るのがあの言語の見方です。 西洋でそういう見方がなかったかというとまあなかったんですよねこれはね実はこれはまああのー、日本語や漢文には現在形しかもともとはなかった漢文は今でも現在形しかありませんそれから欧米語族はあの過去形がありますねフィリピンのタガログ語も現在形しかないはずですであの過去形を文の中に持つ そういうあの言語を使っている人たちはこれが一旦過去の出来事だつまりあのガリレーによって否定されもうニュートンによって完璧に否定された世界だというふうに思うともうそこからあのこういう地球中心の宇宙というのはなかなか出られないんです。あの 最近になって様相が変わってきたんですけどこれは実は日本の神話古事文古事記などの影響があるんです。天照大神、つまりあの今欧米であの日本学の研究日本の神話の研究が盛んなんです。アマテラスいう日本の強さの,あの根源は何だったんだろうかというのを一生懸命研究しているんですね。それでえ こういう見方は両方とも現在存在するんでこちらがあの過去の歴史の見方だという見方がもともとバイエンが使っていたのは漢文ですから漢文ですので西洋化される以前の日本語でしたからあの両方を等しくイーいンに見ることができたんです。これが現在形しか持たない あの,文の,あのとんでもなない強みなんですそれでニュートンは当然その過去形を持つ分で考えましたからそういう頭脳で考えたのであの彼にとって時間というのはあのまあ直線的なものであったと。 t1 と t2 があって t2-t1 が Δt であるというふうな考え方をしたんですね。これは時間優先型の宇宙論ですでそれでバイエンはその点はもうあの要するにニュートンとペアなんです。ということはニュ,ータンニュートンの力学の情報が、えー、東インド会社の船員を通じて出島からそれから オランダ通詞、ね、を通じて、えー、中津を通じて梅園にまで伝わっていたということだろうと思いますほぼそう見て間違いないニュートンを知っていたと思うと考えると腑に落ちるるが結構あるんですあのそれであのニュートンの後追い発生的に出てきた梅園は両方を等価なものとして見てそして、えー こちらにありますように。あの落下上昇落下の運動と回転運動をどこまでも違うものとして考えた。しかし、あのこんなにカチンとぶつかってるというふうには思ってなくて、実はあのまあ、この辺に自由待機ですね。自由待機がある雲が流れる。こういう回転があるということは知ってたんです。 それで「天もなお地のごとく地もなお天のごとし」というふうな文も書いていますのでこんなにこう機械的にカチンとはぶつかってるわけじゃないんですよただ運動をその相反的な現れ相反する現れとして見た場合は回転の運動とこういう,こう直線の,あの引っ張る運動ですねとして現れるということです。 こういうことを、こういうふうに、一時両面のり、一足一一で徹底して考えたのが言語であった。それによって、自然界の運動を写像したんですね。点と字、ローテーションと、これはまあ地ですから、ホールディングですね。だろうと思います。ローテーションとホールディングの図。そうでないと遠くに飛んでっちゃいますからね。これで回ってるものが。ホールドがないと。 飛んででってしまうの,であのその点ではあのうーん、まあ、おそらくニュートン歴学をま伝え聞いて知っていただろうと思いますこの辺はあのライプニッツと関高数とかであの関係があるようですね関高数の業績の本質をあのどうもライプニッツやニュートンは知っていたようだそれからライプニッツやニュートンの業績を あの関高数も知っていただろうとその辺はちょっと秘密の通路があってですね大体まあ数年で情報が伝わっていたんですこれはマラソンランナーを考えると分かります飛脚ですね一日に40キロ走るんですよそうするとまあマラソンランナーが日あの地球を一体何周するのかというのを計算するとですね結構早く伝わるんですよ結構早い数年あれば 78年あれば10年以内に貴重な情報はもうあの当時日本に伝わっていた東インド会社ができてからはですねあのもう1年以内にあの情報が伝わっていたわけですそういうふうに考えるとねワンワールドの,あのこういうまあ哲学的哲学や科学の関連というものが見えてくると思いますニュートンンはあのプリンシピア にえー、自然界における数学的諸原理でしたかね、うん、自然哲学における数学的諸原理でしたかあ,のあくまでもあれは哲学なんですよ我々はそれをあの計算して操作可能計量可能性にもたらすその数式を使ってツールとして使ってますからねあのその本質が見えなくなっているんですけどあれはあの哲学なんです。 こちらも哲学で両方が合わさると次の世界が見えてくるということです。これで終わります